二百十五丁目駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイ七番街線の駅である。マンハッタン区インウッドの十番街と西二百十五丁目の交差点に位置し、一系統が終日停車する。西二百十五丁目から駅を望む駅は1九百六年三月十二日のブロードウェイ -7 番街線157丁目駅221丁目駅間の 延伸開業と共に開業した。なお、延伸開業時には168丁目駅、181丁目駅、191丁目駅、207丁目駅は開業していない。この延伸区間は1906年5月29日まで区間内完結のシャトル列車が運行されており、5月30日より157丁目駅以南へ直通する地下鉄列車の運行が開始された。 1948年4月6日、103丁目駅、ダイクマンストリート駅間の各駅で、ホーム有効長の延長が行われた。以前は6両編成までの入線に対応していたが、延長工事により10両編成の列車の入線に対応できるようになった。ただし、125丁目駅のみ2ヶ月後の1948年6月11日に延長が行われている。また、 その1ヶ月後の7月9日に当駅含む207丁目駅238丁目駅間の各駅で42万3000ドルの費用をかけて延長が行われた。駅は相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、中央の急行線は現在定期列車では使用されていない。また、駅の南には207丁目車両基地がある。 駅には1991年にウォポホラップにより制作されたエレベーテッドネイチャー愛宝・アイホーという作品が飾られており、これはホーム壁面にある灰色の大理石のタイルで構成されている。この作品はブロードウェイマイナス7番外線の他の4駅にも飾られている。各ホーム中央に木造駅舎を有し、改札内でホーム間は行き来できない。 南高ホーム側駅舎にはホームとの間に3つの扉があり、駅舎内には回転式改札機と切符売り場がある。駅舎からは10番街と西215丁目の交差点北西、南西への階段が一つずつ出ている。北高ホーム側駅舎は係員専用で乗客は立ち入ることができない。北高ホームの改札口はホーム上に2カ所あり、1カ所は 出場専用回転式改札機のみで10番街と、西215丁目の交差点北東へ、もう1箇所は、入り出場対応回転式改札機がありう、交差点南東へ出ることができる。当駅は2016年に63万6441人が利用しており、ニューヨーク市地下鉄422駅中395番目の利用客数である。また、 平日の平均利用客数は2001人で、マンハッタン区内のニューヨーク市地下鉄駅としては、平日平均利用客数、年間利用客数の両方において最も少ない駅となっている。ありがとうございます。